今回はですね、人に道を聞かれた時のね話をしたいと思います。で、結構前になるんですけどもね、電車の中でね、道を聞かれた、まあ、道っていうんじゃないんですけど、まあ、路線をね聞かれたことがあるんですね。私がね電車に乗ってたら、お窓際に、ね、立ってたらですね、何歳ぐらいですかね、25かもうちょっと上か、それぐらいの、まあ、会社員風の、ね、女性の、人にがたたたって こっちに来るわけですね。で、私の顔を、ね、こう見てですね、この電車は〇〇駅に止まりますかって聞くわけですね。はい。で、私の乗ってる路線はですね、その時乗ってた路線は、急行もね、通ってるんですね。各駅停車だったらば必ずその駅止まりますけども、急行の場合はね、止まらない、ケースもあるんですよ。本当に小さい確率ですけども。それでですね、一瞬答えに戸惑ってしまってですね、まあ、みたいな感じになって、その時私が最初にした、仕草はですね、まあ、そのお姉さんのね話をちゃんと理解して聞いてますよってことで、まあ、顔を向けてね、ふんふんみたいな、感じにまずしましたよね。はい。それで、ドアの電車のドアの上の方って、あの路線図が書いてある、ところありますよね。で、路線図があれば、もう一目瞭然なので、それをまずパッと探しましたね。あいにくね、そこの場所には路線図はないわけですね。そうすると自分の記憶でね、答えた方がいいなと思いながら、まあ、お姉さんの方に答えようとしました。で、なんて答えたらいいのかなと、短い時間ですけどね、けど猛烈に考えますよね。まずですね、お姉さんの格好を見てですね、緊急事態であれば、もちろん正確なことを答えた方がいいですよね。多分とか、そういうのはダメですよね。わからないときはわからないと言うと。で、自分のね通過してる駅がですね、今その時乗ってた駅、場所がですね、そのお姉さんに聞かれた駅の一つ手前だったんですね。ですから、どっちにしろ、決めるなら、こうわずか何分かの間に決めて降りたりね、あるいはそのまま乗り続けたりしなきゃいけないわけですね。はい。それでですね、お姉さんのこう表情を読み取るとですね、そんなに緊急事態でもなさそうということでした。ですのでね、まあ、緊急事態でないんであれば、記憶だけでね間違ってもいいやと思いながら、まあ、間違っちゃダメなんですけど、自分が最も正しいと思われるね、答えをした方がいいなと思ったわけですね。で、まずですね、私は何て言ったかっていうとですね、まずこの路線で方向は合ってますね、この路線に乗ってれば方向的には合ってますというふうに答えました。ちょっと今考えてもね、なんでそういうこと言ったのかなと不思議になるんですけども、要するに電車はね、上りと下りがありますから、その件について聞いてるのかなと、こう少し思ったわけですね。それで、言って、この方向で間違いないですよと言って、止まるかどうかは分かりませんと
そんな風に答えました。はい。で、人にね、急に道聞かれた時は難しいですね。はい。そのなんていうか、その道を答えるね、あのモードじゃないですから、全然別のことをね考えながら、電車乗ってますから、急に聞かれるとですね、非常に難しい、そんなねお話でした。